乃木坂46与田祐希セカンド写真集無口な時間発売記念特別配信。はい、皆さんこんばんは、乃木坂46の与田祐希です。はい、もう4万人の方が見てくださっています。ありがとうございます。すごい嬉しい、ありがとうございます。ちょっとコメントを拾います。これ新しい制服？違います、シマウマです。じゃーん、悩みました、どれにするか。でも多数決でこれになりました。お、いい感じですか？ありがとうございます。お、今日はハーフアップです、髪の毛は。じゃん、記者会見、そう、記者会見でもハーフアップ。最近お気に入りの髪型です。うん、そう、ありがとうございます。はい、それではこの番組は私乃木坂46与田祐希のセカンド写真集無口な時間が本日、明日発売されることを記念して配信することになりました。写真集にまつわる楽しいコーナーを盛りだくさん、裏話も話せたらなと思うので、皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。今日はあれですかね、まあ、一応お店には並んでいるところもあるので、さっきはねサインとか書きに行ったり、パネルとかにもサインしに行ったりしたので、サインとコメントかなんか隠れゴンゾーとかも書いたので探してみてください。もうゲットしてくれた人も多いですね。見たよ、あ、近くに本屋がない、フラゲしたよ、見たよ、お、買いましたよ、あや、嬉しい。そっか、今日初めてやっと見てもらえて、すごい、なんか早く感想を聞きたかったので早速声を聞けて嬉しいです。うん、そっかそっか、ありがとうございます。あ、画面の左上、こっち画面の左上、スマホの縦画面で見ている人は下に表示されているバナーをクリックすると写真集の購入ページにジャンプできます。気になった人はぜひチェックしてみてください。お願いします。はい、それではコーナーに行きます。まずはこちら、コメント記者会見。はい、ルールを説明します。今からユーザーの皆さんには記者になってもらって、私の写真集無口な時間に関するコメントを、質問をコメントしてください。私が気になるコメントをピックアップしてどんどん答えていきます。それでは皆さん、質問をどんどん書き込んでください。ときときめきめき好き。はい、じゃあコメントを一回はい、これですね、無口な時間、後ろにもいる。じゃーん、コメント読みます。あ、お気に入りの写真は、お気に入りの写真は後でまたお話しするのでちょっとお楽しみにです。寒かった？うん、全然、もうずっと撮影に行ってた期間ずっと天気が良くて、晴れてて青空で、海もなんか全然寒くなくて、なんかすごくちょうどいい気温でした。あったかかった、ファーストからセカンドにかけて成長を感じたことは、あー、でもやっぱり成長を感じたことたくさん、なんか変化がすごいたくさんあって、私もこの写真集ができた時になんかファースト写真集と並べて結構見比べてみたんですけど、この2年ってすごい大きかったんだなって、なんか言葉で表すのは本当に難しいけど、
なんか本当に全然違ったので確認してもらいたい。全然もう本当にやっぱり大人になったなって思いますよ。自分で言うことじゃないか。そうですよね。もうまあ見てみてください。はい、今回のコンセプトは、コンセプトなのかな、10代最後の写真集ということで、私5月になんと20歳になるので10代として出す写真集は最後になるので、うん、10代の集大成というか全てを詰め込んで大人になるぞっていう写真集です。はい、うんうんうん、あとは街の方は優しかったですか。すごい優しかったです。私がすごいなんかイタリアだからかな、開放的になってめっちゃ現地の方に声かけたり、ボンジョルノとかなんか英語とか片言で話しかけたりさせてもらったんですけど、すごい優しく答えてくれて、なんかそう、どこから来たんですかみたいな話もちょこっとだけ英語でちょこっとだけできて、なんかすごい嬉しかったです。あと現地の子供たちもすごく紳士で、男の子とか、なんか船から降りるときに、動画も SNS で公開されてるんですけど、こう船から降りるときに手を差し伸べてくれて、全然いいよみたいな感じで、なんか本当にジェントルメン、すごいなんか優しいなって思いました。子供だから心配されたんじゃない。ああ、確かにイタリアの人からすると私って何歳ぐらいに見えてるのかなっていうのはちょっと気になる。全然違いますもんね。どう、ちょっと気になりますね。大変なことあった。大変というか、まあ移動時間が結構長くて、多分大変だったんですかね。でも私ずっと寝てたのであんまり大変じゃなかったかもしれない。楽しかったです。現地では何食べてたの。いろいろ食べました。サボテンの実とか、サボテンの実すごい美味しかったです。初めて食べたんですけど、フルーツみたいな感じで。あとはなんか、でもたくさん食べたからな、おにぎりみたいな、おにぎりの中にチーズとほうれん草みたいな入ってて、揚げてるやつ、なんだっけ名前、なんだっけ、なんだっけ、ライスボール、あ、アランチーニ、すごい美味しかったです。教えてもらった。はい、あとは、景色綺麗でしたか。すっごい綺麗でした。あのお気に入りだ、特にお気に入りなのは自転車で街をなんか走ったんですけど、その海があってそこを自転車でこうビューンって通ってる写真、伝わるかな、あるんですけど、なんかそれが本当に海外だからこそというか、なんか本当に綺麗な写真になっていて、すごい乗ってる時も爽快感ですごい気持ちよかったんですけど、写真見てもなんかお気に入りですね。はい、あとはどうすれば、ハプニングはありましたか。ハプニング、ちゃんとパスポートはずっと肌身離さなかったので絶対に離さなかったので大丈夫でした。あとハプニング、朝もちゃんと起きれました。これといってなかった、
平和でしたね。私が思い返す限り平和な撮影旅でした。うんうん、海で泳ぎましたか？たくさん泳ぎました。泳いでる写真もたくさん載っていて、中でもなんかいっぱい泳いでる写真があるページの左上かな、上の方にちっちゃく載ってるすごい写真があるのでチェックしてみてください。すごいなんか面白い写真があるので見てみてください。お、5万人皆さんありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。あとは何だろう、あとは何だろう、そのメンバーにもちょこちょこ見せて、動画も公開されてるので、そうみんないいって褒めてくれてすごい嬉しかった。なんか好きって言ってくれる写真もみんな違って、なんかそういうの聞けるのも嬉しいですね。動物とかとも触れ合いました？触れ合いました。やっぱり多分私といえばヤギっていうイメージが強いと思うのですが、イタリアでもヤギと触れ合いました。他にもたくさん触れ合ったので見てみてください。そうですね。あとは、どうしようどうしよう。衣装も本当に可愛くて、なんかいろんな方面でというか、すごい大人っぽいものもあれば、なんか可愛らしいものもあれば、すごいなんか幅が広くて、ドレスとかもあったり、私がすごいお気に入りなのは背中がすごいドンって開いてるドレス、黒いドレスがあって、なんかそのドレスすごい、なんか衣装のフィッティングの時からいいな、絶対これ着たいって言って着せてもらいました。ゴンゾーに見せたそういえば確かファースト写真集の日向の温度はゴンゾーに見せたんですよね。ゴンゾーと太郎に見せるっていう、地元に帰ってこうやって見せてる動画あると思うんですけど、今回も見せれるかな。今回もまあいつか、まだ見せれてないんですけど、ヤギと一緒に写ってるから嫉妬するかも。いつか見せれたらいいなと思います。時差ボケした？するかなって思ったけど、本当になんかずっと飛行機で寝て着いて、なんかまた寝るって感じだったんですけど、寝れない、普通寝れないんですよねきっと。全然寝れましたね。なんか当たり前のように寝てました。だから時差ボケそんなに感じなかったです。逆に帰ってからの方が眠いってなって。撮影は緊張しませんか？全然もうなんかもうリラックスしてというか、なんか本当に変な緊張感もなく楽しみながら、でもなんかいい作品を作りたいっていう思いはみんな、スタッフさんとかも本当になんかすごい強くて、だからといってなんか気張るわけでもなく、心の底から楽しみながらイタリアで撮影してきました。また行きたいって思った場所ありますか？いっぱいあるな。いっぱいあるな。全部。もう一回行きたい。なんか恋しくなりますね。そういい人たちに、そういい方々に恵まれました。本当に楽しかったです。ありのままの感じが良かった。そう言ってもらえてすごい嬉しいです。一番良かった買い物、ミラノ、イタリアのミラノってすごいファッションの街みたいな
イメージがあるじゃないですか。だからなんか自分に買おうと思って靴を買いました。未だにめっちゃもう毎日もう壊れるまで履こうと思ってずっと本当にずっと冗談じゃなくてずっと履いてますね。毎日のように今日も履いてきました。覚えたイタリア語ありますか？ボンジョルノ、ボーノ、ボーノ構成、ボーノ、あとなんだっけ、なんかあった、いっぱいあった。ボーノ、なんだっけ、なんだっけ、多分言われたら思い出すんですけど、なんだっけ、ボンジョルノ、ボーノ、なんですっけ。グラッチェ、そう、グラッチェ、うん、覚えた覚えた。チャオも、あ、みんな教えてくれてるアモーレも、そうなんだ、アモーレは聞いたことある。そうそう、よだっちょさりげなく面相でも違う気がするけどうん、それぐらいかな。難しいですよね、なかなか、うん、ちょこそれだけ覚えましたボーノめっちゃ言った。うん、あとは日本に帰ってきて最初に何食べた？なんだっけ、なんだっけ、覚えてない覚えてない。ん、和食食べるんじゃないかな、普通和食食べたかもしれません、多分ね。ピザ食べるわけないもんね多分和食かな。あと、どこの国行きたい？行きたい国？あったかい国。今、まあ、だいぶあったかくなってきたか。昨日がちょっと寒かったから、あったかいところ行きたいなって。うん。かなぁ。ですかね？できましたか？うん、できました。なんかそのいろんなところに行って、撮影も観光もどっちも充実した旅になりました。美味しいものもいっぱい食べて、お買い物もできて、なんかと現地の方ともお話しして、動物とも触れ合って、めちゃくちゃ充実でしたね。はい、それではそろそろ締めたいと思います画面の左上スマホの縦画面で見てる人は、下に表示されているバナーをクリックすると写真集の購入ページにジャンプできます。気になった人はぜひチェックしてみてください。お願いします。以上、コメント記者会見のコーナーでした。はい、ここである人から VTR が届いています。知らない、はい、こちらにオーダーユーキセカンドフォトブックがあります。
界で一人目ぐらいにこれ見れるらしいんです。知らなかった。ちょっと見たいと思います。なんかあれですね、野生児の部分がちょっと垣間見れる感じですね。かわいいね。めっちゃかわいい。見ると、こんなハトの姿見たことないんですけど。めちゃくちゃいいショットですね。ゆきーん。写真集見たよ。めっちゃのびのびしてる姿がたくさん収められてて、見ててなんか微笑ましいっていうか、可愛いなって思う感じもだし、はしゃいでる姿もあれはなんかちょっと大人っぽくなったなって思うようなところもありました。久しぶりに会いたくなりました。またご飯行こうね。バイバイ。できちゃう。え、どうしよう。嬉しい。あ、一瞬あった。びっくりした。知らなかった。嬉しい。ありがとうございます。嬉しいです。鼻水も出てきた。ありがとうございます。ね、やばい。どうしよう。びっくりした。でも本当にいつか見せれたらいいなって思ったので、まさかこんなところで一番最初くらいに見てもらえてたなんて知らなかった。嬉しい。ありがとうございます。どうしよう。あの七瀬さんのメッセージ、大人っぽくなったって言ってもらえてすごい嬉しいし、またあのまた私もすごく会いたいです。もう大好きなので、なんかそうやって言葉を感想とか聞けてなんか幸せです。ありがとうございます。良きところで次のコーナーへ。はい、なんだっけ次のコーナー。次のコーナー、次のコーナー、ちょっと待ってください。よいしょ。なんかもう。はい、はい、続いてはちょっとお水飲んでもいいですか。よいしょ。鼻水出てくる。ありがとうございます。今日6万人の前でこんな、なんか大丈夫かな、恥ずかしいな。はい、では続いてはこんなことをやります。写真集お気に入りカット紹介。はい、この写真集のお気に入りカットをいくつか紹介します。まずはこちら、よいしょ。 こちらどれかいこう。じゃあこれで、じゃん、
これは大聖堂の前に風船がたくさんあって、ここにキスをしてリップがちょっとついてて、ついてるんですけど、すごいいい形にできたなと満足している写真です声が写真です。メガネもかけてて、なんかすごいここに気づく人が何人いるかなと思って。気づきますかね。でも実はすごいいい感じなんです。気づいてください。はい、これ次いきます。あ、コメントを読みます。メガネ似合うね、ありがとうございます。風船になりたい。おお、ね、めっちゃ風船になりたいっていっぱい書いてメガネ似合う。そう、鳩と戯れてたところ、そうです、あの鳩の写真、七瀬さんも言ってたやつ。鳩が飛んでて、そのタイミングがすごい奇跡的なタイミングでの写真があって、鳩もカメラ目線で、もうすごい写真なので見てください。普段からメガネかけてるの？割と家ではかけてることも多いです。目が結構悪いので、はい、コンタクトかメガネかですね。で最近度数が合わなくなってきたから新調しなきゃって思いましたはい、じゃあ次はこれこれですね。これはやっぱりヤギと私とおじさん、なんか私もペットになったみたいななんかそう、私らしいのかなって思います。ヤギだし、どっちがヤギかわからんそんな、そう、ちゃんと頭に手を置いていただいて、なんかあったかい気持ちになりませんか？そう、ゴンゾーが嫉妬しちゃう。そうなんです、すごく好きな写真です。いいですよね、なんかヤギの顔もすごくいい決まってる、しっかりキリッと鈴もいい感じに写って、うん、お気に入りです。ニット帽似合ってる、やった、ニット帽あったかいですよねキリッ、うん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 、おじさんかっこいい確かに決まってますね、おしゃれ。はい、次は、はい、これです。これはもうホテルに着いて、夜ご飯も食べてホテルに着いて、化粧もバーって落として着替えてぐーたらしてる写真です。本当に結構もうお腹いっぱいになって眠くなっちゃって、なんかこの写真のカットの中で多分本当に寝てる写真あるんじゃないかなと思います。でこれは結構眠いのをこらえながらじっと見ているどうですかね、綺麗、 ありがとうございます。ちょっとドキッとする、そうドキッとするって言ってもらえたら嬉しい。眠そう、間違いないです。キャー、大人っぽい、本当ですか、大人っぽい、じゃーん目が好き、おお嬉しい。なんかまつげも一本一本見えますよね、この写真よく見たら。確かにまつげ数えれるんじゃない、下まつげこの後寝たの、そう、なんかゴロゴロしてたらなんか一瞬ボーンってなっちゃって、ご飯食べたら眠くなるんですよね、うん、嬉
しい拡大お、すごい嬉しい。大人よだちゃん、そう、大人っぽいっていっぱい言ってもらえてる。ドイツ人物です雰囲気全然違う写真がたくさんあって、本当にそういうところもお気に入りというか、うん、私的にすごく良かったです。いろんな写真を撮れて、はい、よし、落ち着いたところでもっとじっくり写真を見たくなった人はぜひ写真集をゲットしてください、画面の左上、スマホの縦画面で見ている人は下に表示されているバナーをクリックすると写真集の購入ページにジャンプできます。気になった人はぜひチェックしてみてください。お願いします。以上、写真集のお気に入りカットでした。では次のコーナーに行きます。無口な配信、はい、ルールを説明します。写真集のタイトル無口な時間にちなんで無口な配信をしてみたいと思います。くじでやることを決めてそれをひたすら無口でやっていきます。無口な配信は初めてかもしれない。いつもショールームは喋るから、でも無口な配信なのでチャックで頑張る。よし、じゃあくじを早速引きます。どれにしよう。じゃあこれ、これカメラを見つめるで事故が起きないかな。無口でカメラを、え、3、1、時間が流れた今初めてこんなシーンとみんなしって言われたなかなかシュールです。本当にシュール、恥ずかしいわ。本当に本当に何の拍手とりあえずの拍手な、恥ずかしい。コメントも見れないっていうカメラもう一個いきます。じゃあ、ズッキュン、ズッキュン、直前まで喋っちゃいけないことを忘れてた普通に笑うとして鳴った瞬間、あ、そうだ、喋っちゃいけないんだ。え、無口なズッキュンって誰かしたことあるのかな新しいにも程がある。本当に恥ずかしい。でもう一個、はい、お、写真集を持ってスクショタイム、 OK です。無口で何しよう。もうスクショタイムだからそもそも無口ですよね多分。2、1、
手シュールシュールシュールでしたか。スクショしていただけましたか。そういえばでどうなんだろう。じゃあラスト、ではじゃあ一番下にあるやつにしようかな。はい、お居眠り得意分野。じゃあ本当に寝ていいんですか。本当に寝ていいんですか。じゃあ行きます。3、2、1。さすがに寝れない。さすがに寝れない。さすがにね。本気で寝ようと試みたんですけど、さすがにここじゃ寝れなかった。布団があればそりゃそうだわ。そうですよね。7万人の皆さん、居眠りしてすいません。でもちゃんと起きてました。寝ようとしたけど本気で、ありがとうございます。ね、寝るときの、座って寝るときの頭の角度って難しいですよね。どれが一番寝れるんだろう、気になる。はい、ではそれではそろそろこのコーナーも終わりまして、7万人の前で居眠り、はい、じゃあ終わります。はい、では以上、あ、感想ですか。感想ありますか。シュールだったね以外の感想ってないよね。はい、じゃあ以上です。無口な配信コーナーでした。ありがとうございました。はい、では OK ということで、あっという間にエンディングです。早い、あっという間、楽しかったです。へー、え、なんだこりゃ、んん、あ、え、すごい、私、え、これ落としたら最悪、どうしよう、え、あ、ちょっと怖い、あ、ついた、すごい、え、すごい、え、与田祐希さんセカンド写真証明、嬉しい、リアル、こんなことできるんですか。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。ちょっとなんか食べるのがもったいない。美味しそう。でも嬉しい、サプライズがたくさんですね今日。これは本当に落としたら最悪。すごい、かっこいい。ヨダちゃんは食べれる。食べれますね。顔突っ込んだらダメだよ、フリ。では改めて、はいはい、改めて無口な時間並べるとこうか。無口な時間明日発売です。すごい、なんか発売です。
よろしくお願いします。すごく本当にたくさん詰まってます。与田祐希が食べ、こっちは食べないでくださいこっちは食べずに見てください。こっちは食べます。はい、はい、画面の左上、スマホの縦画面で見ている人は下に表示されているバナーをクリックすると写真集の購入ページにジャンプできます。気になった人はぜひチェックしてみてください。こっちです、お願いします。はい、今日の感想、いや私ショールーム楽しみにしてたんですけど、まさか泣くことになるとでも本当にそれぐらい嬉しかったです。七瀬さんがまさか読んでくれていたのを知り、後で連絡しようすっごい嬉しかったし、あと今日じゃない、明日発売なんですけど、今日も店お店に並んでるところもあったり、そして先ほど行ってきたんですけど、ルミネースト新宿ではパネル展とかもさせていただいていて、あと館内放送も私の声があったり、すごい本当になんかいよいよなんだなとワクワクして本当にありがたいなと思いました。写真集は、まあ、今回で2作目なんですけど、10代のうちに本当に2作出させていただく、まあ、本当にありがたいことですし、もう本当に感謝の気持ちでいっぱいなんですけど、だからそういうチャンスをいただくことができたからこそ、やっぱりもう納得のいくというか、最高にもうなんかチャンスをいただけたなんだ、チャンスをいただけたからには本当にいいものを作れ、いいものを届けれ、お届けできるようにすごくたくさんこだわって頑張って作った写真集なので、本当に見てもらえるのが楽しみです。よろしくお願いします。はい、それでは最後まで見てくれてありがとうございました。ではお楽しみ、ありがとう、おめでとう、嬉しい。そう、皆さんの声が聞けるの、コメントとかそういう声が聞けるのが一番嬉しいので、またどこかで、まあ、握手会まだわからないんですけど、確かにでもいつか本当に安心してなんかそういうイベントもできるようになったら楽しみにしているので、今はぜひ写真集見て楽しんでください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。バイバイ。